はい、こんにちは。はい、今日は2018年度のイーリッ報告会を始めましょう。まず、被災で研究委員長からご挨拶お願いします。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。無事に帰ってきてよかったです。帰国してからもう3週間だと思いますけども、皆さんどうですか？サンゴゼットのシリコンバレーにいた時と同じような気持ちをまだちゃんと保てている人、ちょっと手を挙げてもらいます？はい、OK です。皆さん、サンゴゼに行く前と帰ってきてからと随分変わりましたか？多くの人は多分変わったと思います。今回、我々教員と職員皆さんが、三之助の研修をしているときに最後のところですね、ファイナルプレゼンのところを見せてもらいました。で、非常に皆さん活発にやって生き生きとやってたんで、非常に嬉しかったですし、この工学部の方でサポートしている意味があったなというふうに強く思っています。で、皆さんこの気持ちを維持するとともにですね、サノゼでも言いましたけども、これを周りに、皆さんの周りにぜひとも、よかったよ、こんなことを感じたんだ、今世界はこうなってるよっていうようなことをぜひ周りの皆さん、友達、同級生、それから、後輩等にですね、ぜひとも伝えてほしいと思います。こういう皆さんが非常にこうアクティブになって帰ってくるので、このイーレップをずっと継続したいと我々は思ってますので、ぜひともそのように周りにぜひ広げてください。で、今日は我々、ね、最後の方の021のところはこう聞けてなかったんですけども、今日はその発表もあると思います。報告会楽しみにしてますので、皆さん、サンノゼと似た時と同様に、のびのびと発表してください。じゃあ以上です。ありがとうございました。 ELIP というエンジニアリングリーダーズイングリッシュプログラム、ワーハウェイやスミの間、カリフォルニアのシリコンバレーの中心部にあるサンホゼ大学において5週間のプログラムです。大きく分けると2つの成分があります。英語教育プログラムとアントレプレナー成分、ご紹介する成分もあります。そしてさっき言った英語教育プログラムの最後の方は2日の間ファイナルプレゼン発表会はあります。今日の最初の発表はその発表会の最勝日を優勝した発表で、こちらは矢田さん、はい、矢田さんの、リサイクリングアメリカについて発表です。